12月12日のケリヒメスイーツ。今日はカーダとしての活動が11周年です。以上です。今日はここまで、また明日ダメダメ、ちゃんとケリヒメの実況やんないと。ついね、その日に一番言いたいことを言い終わると今日のノルマ終わり、ありがとう、また明日ってね言いたくなっちゃうんだよ。うん、さてさて、どこやりましょうかね。やり終わってないところは山ほどあります。うん、ただ目立って、物をゲットしてないババロア無限大不思議、ここさ、もはやあのコンティニューを繰り返しまくって頑張る、確かここあのプレチケ使えるから、違うチャレチケ使えるからね。で、最後のね、4姉妹のあの子は名前なんだっけ、あの子がね、名探偵とか聞かないから、宇宙船長 ×2 で何とか削っていくか。で、バリア系も貫けるんで、いやもうね、終わっちゃうからね、今週で、来週か、正確には。一匹残った、しまった、ケリベイトがあった。ここで消費するのは早かったか。しかし一ウェーブ目からやっつけきれない敵が出てくるとなると、なかなかに厳しそう。バリアの銃、したらここはミリオネアで何もせず、回復があるから激しぐれ打ってやってもよかったね。こんなにね、 BGM は平和なのにめちゃめちゃ凶悪ステージですよ。敵の攻撃力も激しいから普通にね、闇反撃とかじゃなく普通にダメージで落ちてしまうこともよくある。うん、また回復しちゃうね、これだと。いかんな、そして激しぐれがいないパーティーだった。帰りましょう。こういうね、ストレスのたまるところはね、早々にやめた方がいい。心の平穏をね、保ってプレイした方がいいぞ。ランク1とかでなんとかなればいいんだけどね。とりあえずアイテムが全部一つずつ入ればそれでいいかなって思ってるもん。しかしランク3であの強さ、ここは調整ミスってんじゃないのかなって思っちゃうよ。どのレベル帯のユーザーを対象にしたステージなんだろうね。一旦で倒せるうちはまだいいけど、でね、この子がね、とりあえず蹴り待ち中なのでミリオネアを蹴ってと。やっつけきれなかったらコンティニューでと。反撃が痛いからね。しかし反撃を食らわないキャラでここまで火力が出せるやつがそうそういないからな。あちらを立てればこちらがなんとやら。こいつも犬カレーの
ね、ドロイヌさんコラボのあのステージ、コラボというかデザインステージか、あのボスみたいに毒がねよく効く系だったら、よしよし、桜の光攻撃、このランクだったら割といいダメージ出るね。上の方のランクだとね、桜の攻撃全然通らなくて相手が硬すぎる。で、桜もう死んじゃったかな。ダメっぽいな。ヘラクレスとヒナはね、うん、攻撃させたところで大してダメージ入らないんで、ヘラクレスなんて上に浮かんだ瞬間に昇天していったよ、2つの意味で。ミッション報酬は、うん、まあ、ここはもう終わってるけど、ミッション報酬はね、コンティニューしちゃうともらえないんですよ。あの何蹴り以内っていうのが達成できないんで。お供に宇宙船長入れたら、あーでも攻撃力自体が足りなそうだな。うん、新規アイテムも手に入らず、ランク1だからね。いやー、めでたい8周年記念ステージだけども、ここだけはほんと凶悪ですよ。3つ目のところもまだ秘密基地、ここも2つ取れてない。覚醒槍と、あとはあれなんだろう、キーホルダー、いやピアスかな。素材を集めてね、作んなきゃいけないやつもあるからね。まあとりあえず幸せなステージだけをやっておこう。お楽しみステージ、宇宙船長じゃダメだったね。あ、ミリオネアやる必要なかった。ここは激なとこでよかったかな。もしくはヘラクレスの、今日はちゃんと2回入れたのでプレチケをゲット。なんかいろんなステージ、うん、報酬かき集めて期間内にスロットもう一回回したいね。名探偵のこれかな。うん、まあとはいえまだやれるところあるんで、期間内に何度かやりたいですね。さあということで、今日は何時ぐらいだろう、まだ枠取ってないけど、9時か10時ぐらいからか、11周年記念生放送もやろうと思うんで、よかったら来てください。あとは明日は、これはもう告知したっけかな。まあ、またしよう。うん。明日13日は、東吉さんのところでやる大喜利放送に参加します。そっちも見てねということで、ゲリ姫の動画は今日はここまで。また明日。